い、それではヤタガラスレベル分け 2on2 大会始めまーす。10人5チームでーす。一番下からですね、アキナさんとザッキーワールドさんのチーム、対して岩さんとイップさんのチーム、こっからでーす。はい、すいません、 1P がアキナさんからですね、 2B が岩さん、中級対上級なんで1本取ったら岩さん勝ちでーす。さあ、あっという間ですね。10カウントだったら高の体力が半分なくなりました。さあ、アズールの攻めが激しい。投げレップ剣投げを抜ける、投げ返してブロって投げ、いやきついっす。1本取れば勝ちだ。ラッシュしてゲージ作って EX 使って、ラッシュして EX 使って、この回転数強い。遠心ゲスタート5番で押して、おっと、タソニーだったか、上から失礼します。避けていく EX 勝利。あ、いいぞいいぞ。プロって腹投げが早かったか、抜けてる、テクヒット。ちょっと無影のプロが遅れた。NC が強い、イエサード当たった。勝ったのは岩さん。じゃあ最後までやりましょうかね。アズールは女性入ってアズール少し弱くなったんですけど、まあでもまだ強いみたいな、まだ強い。ダメージ調整ですか、基本的には。あー、まあゲージ溜まりやすかったのはちょっと強かったかな。誰が強くなった、誰が強くなった、コウとシモが少し強くなって、チャダがエイジャーも強くなった。で、チャダが据え置き、ほんの少しだけ良くなって、実質据え置きみたいな。なるほど、きついやつらが弱くなったからチャダが今かなりいけると。下がったのは、岩さんですが、岩さんが1本取ったので勝利を岩さん。さあ、早稲田式ザッキーワールさんとイッさん。あと梅原漫画は何がすごいって、あの格ゲーキャラの書き込みが多分すごい。うん、こんな、ああなるほどねっつってリースとかエイレイとかビシャモンとかをいっぱい書きたかったんだなーっていうのがよくわかる。さあ、 1P ザキヤルさんが白ジュズマルですか、表表ですね、普通のジュズマル。 2Pさんが下、バカン EX、 いいダメージ。裏はガードして投げ、奥攻めずらしていく、ずらしていく、このずらしが超強い。フシー、さあ 2C カクカクしている、ハイジャンプから強襲だが投げ返されて EX 新コインザーン。気軽によっくりヤタガラス勢でティップ取ってる人は誰が、キュータさんとイップさんと、あとはアキナさんとハクさん、イワさん。なるほど、すげえガチ勢。あー、
画面見たらやばいコンボが入っていた。勝ったのはイップさん。ではね、イップ岩チームの勝利。もう動かないでください。え、岩さん中級なの？中級なの？ちょっと待って、はい、キューちゃんとキューちゃん、はい、ありがとうございました。キューさんとキューちゃん、ただし YAA さんとリフトンさん、ぶっちゃけ切符取ったら上級でいいんじゃないですか切符取ったら上級でいいんじゃないですかっていう意見が、切符持ってて中級とかあります？いや、でも予選カッコ1人だったかもしれないし、予選って言ったってね、100人も200人も毎回集まるわけじゃないんです。遠征してキップ取りに行ったら4人しかいなくて、ね、ね、大地さん、無視された。ワンピー YAA さん、シモ、ツーピース、キュータ、ヒナ、あ、裏落ちてくる。今はだいぶダメージが落とされて、バカ力ではなくなったけど、やってることは変わんないのかな。スライディングとか性能変わんないんですかね。うおーどう、いつスラとか性能変わんないんですかね。あ、なんか先端当てでマイナー1ぐらいで、しかもキャンセルがプラスのガード5分、ヒット有利、キャンセルも、キャンセルもめり込んで、キャンセルもかかる。何言ってた。ああ、判定が冷蔵庫。あかん、このままじゃ弟が死ぬ。うわ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 、助けてくれ。勝ったのはすぐキュウとヒナ。さあ、キュウちゃんのクロウとリフトンさんのクロウ同キャラ。キュウちゃんは2本選手で、選手でお願いします。同キャラ完全ミラー。ああ、NC 相打ちして反転が冷蔵庫が急に始めますからね、こいつら。はい、近いうちまで。さあ、ここまで無言を保っている、沈黙を保っているケースケだが、そうそう、ケースケが沈黙を保っている。不気味すぎる。何を考えてるんだ。これが通る。あっと、え、死体。さあ、キューちゃん1本取れたら負けですね。結構辛くなっちゃう。足払い、ケースケ寝てますね。起きろ、うっちゃ感じ、うっちゃ感じ、うまい、抜けてる。あばばばば、急に元気になってきた。そろって、落ちはしまい、投げる、下がって、バン、前でいい、イエスはガード、おっと、出ない。あー、イエス竜巻。勝ったのはリフトンさん。
ほい、取って、まあ逃げる。痛い。遠心痛い、投げ。手段汚い。おお、出る前に投げる。投げる。拾って、うまい。中足からいい勝利。大丈夫かい？こっちの感じ。歩く勝利。お、うまい。逆に潰す。拾って、コパン。打ち解け。鉄板まで使って死ななかったが、ここはいい勝利で削り切り。最終ラウンド。アイジャンカウンター。ちょちょちょ、普通に届かない。お互い大きいか。気がしてる。遠視。あーもうやる。抜けて。あ、使ってく。5番5番勝ったの1トンさん。さあ決定戦、1トンさんと鈴木優太さん。これキャラクターが厳しいよ。続きはもう少し。バトンでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。さあ1本取ったらイフトンさんは勝ちなので、キュータさんは2本連取ですね。さあバイソン、ヤタガラスカイのバイソン。ヒナが捕まえて画面端、スラが強い。ラッシュがパナイ。シュンシュンシュン、スラで溜めながら近づける。隙も少ない。ブロって安定が冷蔵庫。ガードされている。うわー、裏回っちゃいました。ちょっと早かったですね。うわー、イエツ勝ったのすぐ。キュータヒナということで、キューちゃんとキューちゃんが勝ち上がり。弱者はいらない。パクさんとバンソードさんに対して岩さんとイプさん。テレテテレテテレテ。遊んでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。ワンピーバンソードのガン、黒ジュズマル、スピー岩さん、コーン。
しかり西からデグンペ、ライクルテクンペ。さあ最終ラウンドですね。実質投げ、さあ黒術は投げて連打するとヒット数が上がった上で、しかも激化シールがでかい、進まらそうですね。投げしけ抜ける、ニエニエのからのコンビネーションからの目押し、2C から3段捨て投げ、イエスサボれたか、使っていったのか、ちょっと見えなかった、ブロって殴って歩いて進める。この辺がデクンプしてきただろう。はい、歩いて投げて、危ない、投げてニエニエでね、ゴエゴエ勝ったのはバンソードさん。どうだい、この辺りがデクンプしてきただろう。解釈必要なれば遊んでいただきありがとうございます。ああ戦いはまだまだ続きます。はい、対象戦イップさんとハクさん、しもしも同キャラ140勝127敗か、大したことねえな。違います、147戦127勝です。さあ同キャラ見づらいけど、赤いカチューシャがイップさん、ニーソがニーソがイプさん、黒タイツがハクさん、パンツがイプさんと覚えましょう。ガッツイ、はいはいはい、あばばばば、厳しい、足がきつい、抜ける、EX 抜ける、リップ投げ、うぅ、見えた、あー、ラウンド取るのはイップシモ、はい、ボタンが効かない。じゃあやってるイプさんにそのまま実況して、シンコで踏んでいく、遊戯踏んでガーフー、ストイタグを通して一気に状況有利、端で止めてなんとかブローがその後が続かない。もう一丁シンコでかぶせられて、か1ラウンド取り返すのか、ハクさん上ブロをしながら、下がっていく遊戯警戒か、進行突っ込み警戒か、エンディ警戒か、 X 進行でブロを潰す、もう投げから小足固め、コッパーは何かを漏らしたか、お互い何がスカル、進行を当ててハイジャン西のセットプレーだったが、ここはジャンプで脱出、一気に持っていく、ここからのセットプレーは透かし投げ、ここは EX 進行ブロー潰し、追撃は入らない。勝ったのがイップさんのシモなんで決定戦、人差がね、バンスさんの10歳、イップさんのシモ、なんと家庭用ではヤタガラスのキャラアシストも完備なので、こう9500万の運を背負ったおっさんのアシストを見たくないという人も大満足。まず進行、もう一度進行、ここはコパーバレで切り返していく、次は投げるがバックジャンプで脱出、一旦仕切り直し、遊戯で突っ込んでダメージ取っていく、ダメージがちまちま蓄積していく、ちょっと気絶も怖いがコパが刺さって、シンコもう一丁かぶせようとしたら、ここは空対空で冷静に脱出、コパ固めからなんとかものにしたいが、ここはリープ
リップさんがひたすら上から押してハイジャンにし1回あと3回生手ピオールなんとか攻撃を当てられた。ちょっと投げもう一度進行。これは美味しいルート、プロ潰しジャンシリップさんが1ラウンド取っていく。ゲージもバッチリだが、ジョズマルもテクンペゲージが溜まっている。進行とにかくかぶせが強い。このかぶせにまず対処できなければ勝機は見えてこない。進行進行に翻弄されている。これはちょっときついか。進行 MC で切り返そうとするがちょうど裏に当たってしまう。ジャンシーは読めている。進行演算進行演算もう一丁だが新月が出ない。セットプレーはミスってしまうが2回死んだ。勝ったのが一歩さん。酸欠できるけどやるのかな交流大会。モラルや倫理は斧が心でですね。お分かりいただけます。ネジさんはんでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。ありがとうございます。決勝決勝誰か実況やって。ああ このまま決勝、はい、じゃあこのまま決勝九太郎さんのクロウと鈴木田さんのヒナで、下は岩さんのコウと一夫さんのシモ。さあ切符持ち3人。さあ岩さんは中級なので1本にも取られたら終了となります。相手側は1本にも取られたら終了となります。さあ九太郎さんを出していく。さあコウクロウ、さあ強さ的にはクロウの方が上と言われているが、さあ本当地味に強いコウと分かりやすい、割と分かりやすく強いクロウ。さあハードを打って、さあしゃがんで様子を見る。ハードを打ってそこで投げ抜け、垂直ジャンプ垂直ジャンプ前ジャンプして、しかしクロウ側も後ろジャンプで安全に逃げる。ハードを打って、さあジャンディを置いておく。サンディは届かない。タッチタッチ、さあ先にコウの波動が速いため先に潰れてしまう。さあ EX 波動はタッチで潰れる。さあ押し払いに差し込んで、ここで何が出てしまったか。 EX 竜巻ハード打って、前ハイジャンプ投げは抜けているがもう一回投げられる。さあ 2D が届かない。前ジャンプ投げ昇竜投げて、お互いハイジャンプカウンター高方。さあハードハードハード、さあハイジャンプはボールを割れているが投げは速すぎた。コッパン取ってこれは当たってしまった。さあレバー離したりブロー失敗してしまうとこうなってしまう。1本取ったのは岩さんの黒、あまり、あ、黒ではこうだ。さあ一応これは最終マウンド目、続けていきましょう。さあタッチをブロー取ってサンディで足払い。まあ、黒はね、受験の殺人とレイチェルの悪いとか足したようでそれで割っていないようなやつなんで、とんでもないやつです。ヤンホーです。サンディ足払いしてお互い様子見、タッチ回り投げは後ろで避ける。さあ本当にですね、さあ浮き舟が出てしまった。だから投げは抜けている。リープはガード、コマンコマン。さあモーションが小さくても1人前。お互い様子見して前ジャンプ投げ抜けしている。ジャディタッチビーは届かない。タッチへタッチへから確認、浮き舟までつなげる。体力逆転中断発生、クソ速い。投げて2位、さあ今のは危なかった。投げて昇竜から、これはガードしている。ギリギリ削られなかった。1本取り返す九太郎さんの黒。
ことが歩いてない様子にして、さあこの2人はですね、このゲームでは歩きの速さが非常に速いんで、まあ後ろに歩いたりして、それで相手の攻撃をすかしたりもできます。さあ浮き舟で確定ダウンを取る。5番から竜巻昇竜、5番からさあサンディ差し返し、波動で竜巻を潰す。ジャンディから、さあ今のはめくりになって、さあ浮き舟ギリギリゲージがたまる。後ろに回って投げる、勝ったのは九太郎さんのクローですが、ハンデ戦のため抜けるのは、岩田さんとなります。さあ続いて会場戦、鈴木太さんのひなとイプさんのシモ。さあ決勝がお互い関係のある者同士、なかなか珍しい。ステージ戦として、さあこのゲームですね、ステージによって、ステージのビルドは違うらしいんで、新小枝さん、レッツギーちゃんがブロヒット勝利、サマスで新小枝さんを潰していく。新小枝さんは当たらない、投げを受けて新小枝さんは当たらない、上りない形というかジャンビー潰れる。 4D 新小枝さん前に進むところに当たってしまう。新公園さん、さあここで EX 防御だ、はいはい、ビッタンビッタン、そしてが中断。さあお互いリープ、さあジャミーから新公園さん、遊戯さん、さあ EX 倒そう、投げてこっち DD 一本取ったのは鈴木太さんのひな。さあ EX 防御さんを上り棒、さあもう一回 EX 防御さん、しかし裏に回っていた。久しぶりから久しぶりは空中ヒット、投げて投げ抜けブロガシ、新公園さん来る、さあレツギさん、新公園さん、新公園さん、西さあマスはブロっている、もう一回新公園さん、新公園さん、投げは抜けている、ジャンプで抜けている、中段ジャニーシー、ジャニーシー、さあこれ4発当たったらピヨってしまいます、ふざけんなこの野郎。さあ1本取り返すイプさんのヒナ、あ、まじでヒナじゃない、シモラ。さあジャニー、さあ EX ボゲスさんはブロっている、もう1回ボゲスさん、さあまるでガンドレットハウスをパンスラグのように、さあ EX ボゲスさん、ジャンシーで追い打ち。西、さあこれは浮いてしまう、さあ中段投げてガークラ、 2D は当たらない、さあもう一回サマゾン、 2D から1センチ、さあ3ターン演算、さあこの3ターン演算先端をやると特殊演出に入るらしいですね、1回入ってことはあります。さあじゃあ西進行演算、何か当たったら下側を死んでしまう、ブロックでジャンニーシー中段投げて、さあ遊戯さんは当たる、立ち火勝ったのはイップさんの下。さあというわけで、まあ、ハズ戦も制したため勝ったのは岩さんのコート、イップさんの下チームとなります。おめでとうございます。さあそれぞれコメントいただきましょう。岩さんから。いや、まあ切符持ち2人集まれば勝ってしまうものなんですけどね。まあ僕1回も勝ってないですけど。いやいや、ルール的に勝ってるんで。まあそのか、まあだから、まあ岩さんのおかげで余裕だ、余裕でした。自分も切符持ちのくせに何言ってるんですか。まあというわけで、あれレート1だったっけ、あれシモ、シモレ、確かシモレート1、確か違う人だったよ今。逆転してる。そうそう、確かこの前切符取ったテレノスキさんだったっけ。
さあこれ締めていきましょう。4月13日月曜日、ヤタラスアタックオンカタクリズム、アツオン2大会、2位は空城九太郎さんのクローと鈴木太さんのひな、そして優勝は岩さんのコーと一夫さんのしもとなります。お疲れ様でした。